もう推進機でずっとやっとくよ。タコ強いかな。いやタコはそんな強くないやろ。白黒も強いと思うよ。白黒も白黒絶対強いやろ。まず本体最強やろ。まず本体最強やろ。他のハンター規制室で他のハンターを攻撃する。やば、魔女エグ、魔女エグいやろ。魔女最強剣、魔女最強案件、はい、魔女最強です。タコです、タコ、タコですね、はい。タタタタコ、タコホーテー、タタ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 コ、タコホーテー、タタ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 コ、タタタコタコ。タタタタコタコホーテー。それ当たるのはもうずるいっすね、はい、それ当たるのずるいっすね、はい、おいおい。タタタタコタコホーテー、タタ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 タ。意味不明、意味不明っす。ナイス。あれ、強度によって彼はあれやっぱメンバーに入らないとっていうさ、そういう思いをね、あの書き方立てられメンバーに入ってしまうっていう攻略法かなと思ったんですけども、まあ違うよね。うん、今日初めてコメントされた人はそのバッジがつかないっていうね、はい、来ていただいてありがとうございます、感謝です。山内かよ、危な、早く逃げて、だって絶対逃げねえかんな。はっ、空手か。あれは誰だ、囚人か、パラサイト一戦、目薬じゃん。あー気持ちいい。みんなパラサイド一世くんは確かにね、くんかさんか知らんけど、まあ多分男でしょう。ね、魔女1位だった気がする確か、うん、だからまあね、弱くないでしょ、弱くない弱くない。囚人持つかな、まああの運やからね、しょうがない、うん、運やからしょうがないです。ソロモンさんにちょっと救助してもらおうかな、ソロモンさんに。そっち行くんか、バード君救助行くって任せるわ。地下行くならあのやれそうだったのに。今人形死にましたね、ね、ほらね、はい、なぜ分かったのか、俺加速したから、俺加速したからですね。ちょっとバード君の救助いいっすね、バーツくん救助いいね。ちなみに俺フォローしようがないですよ、もうバッツマンとしては彫刻はきついですね。店でもありかな、店では全然あり、でも行くしかないっすよね。今日は勝っ
ってる、いつもよりは勝ってる方だね。ね、いつもよりは。またや見て、俺一発で持ってかれた、今の一発で挟まれてドン。はい、またや。こういう運ゲー無理っすね、こういう運ゲーは。バード君以外とも組んでるんですね、リスナーさん。わかんない、いつぞやフレンドになったやつ。2秒以内に連続ダメね、なしにしないと無理でしょ。攻撃すらしないのに、もう彫刻だけでこれパンパーンって持ってくるのおかしくない？頭おかしいよ、さすがに。解読遅っ。人形いねえから解読やば。やばない解読。すぐあいつ、電気流してさ、あそこ上げなかったんだよね、バード君。俺2回ともね、ポンポンってやられてるのきつない？ 2 回ともフォローしようがないわ。よろしく。症状灰ありがとう、症状灰。わあ、あいつ課金アイテム持ってるわ。最近ずっとバッツマン、2日前は普通にオフェンスだったかな。昨日バッツマン多め、ベッツマン多めっすね。えへへい、遠いっすね。先行くやけれども、あと1台、あと新規1台。絶対一発食らってあげんと無理っすね、これは。あ、やった、いけるわ、いい感じ。いい感じ。OK。 さあ、バード君がどんだけ持つかっていう話なんですけれども、多分彼遠く行けないんで、よし、そのまま救助行くわ俺。ハッチ真ん中だからね。お前、俺が引き止めるぞ、来いよ、てめえを俺が引き止めるから来いよ。お前逃げろ逃げろ、ハッチ真ん中、ハッチ真ん中。瞬間移動しようとしてる、瞬間移動、瞬間移動しようとしてるよ、瞬間移動。お前反応できないだろ。お前反応できない。あ、反応できた。あ、死んだ。よし、オッケー、もぎ取った。よっしゃー、引き分け、もぎ取りましたね。バート君が引き
き止めるなし打つのなんか嫌だ。まあ確かにあいつ関係ねえもんな、見たらわかるやんって話やん。なんかあいつ自分で俺情報報告